オルスク。オルスク、オースクは、ロシアのウラル山脈南部、オレンブルク州東部にある都市。人口は25万963人。2002年、国勢調査、1989年国勢調査では27万711人。オルスクは、オレンブルク州で、州都オレンブルクに次2番目に、大きな都市である。モスクワからは南東へ1 7 0 0トル。 カザフスタンとの国境に近く、アジアとヨーロッパの境界であるウラル川に曲がっており、二つの大陸にまたがった町とも言われる。この町で南に流れるウラル川と南東から来る都が交流し、ウラル川は西に流れの向きを変える。町の旧市街は、ウラル川の南岸、左岸、すなわちアジア側にあり、新市街は川の反対側のヨーロッパ側にある。 オルスクは1735年8月15日、ロシア帝国がウラル南部の征服を進める過程で建設された。最初はイバン・キリロフによる遠征隊がヤイク川、現在のウラル川左岸のプレオブラジェンスカヤに建てた要塞であった。この要塞は元はオレンブルクと呼ばれ、ウラル川にロシア帝国の国境としての重要性を与えていた。要塞の建設に反発する。 バシキール人は、を起こしたが、強力な弾圧が加えられた。1739年、要塞は公式に、オルスクと解消された。オルスク要塞には、軍の駐屯地だけでなく商品の交換所や、税関などもあり、カザフ人や、その他の中央アジアの民族との交易の場所としても、重要であった。オレンブルクが建設され、1835年には、ロシアの国境は、 東の方へ拡大し、国境の街としての重要性は失われたが、中央アジアへの交易の中継地としての役割が残った。皇帝ニコライ一世夫妻を批判する詩を書いて、流刑に処された、ウクライナ人の詩人、画家のタラスシェフチェンコは、1847年6月22日から1848年5月11日までの間、オルスク要塞に住んでいる。 1861年には、要塞は廃止されたが、それ以前からコサックの人口が増えており、オレンブルクコサック軍の拠点が置かれるようになった。1865年には、市の地位を得て、この地方の中心都市となった。1870年代になるとオレンブルクまで、鉄道が敷設され、オルスク市は急速な成長を始めた。人口の多くは、畜牛や穀物の取引、 農産物の加工、その他主工業や工芸に従事していた。名産であるオレンブルクショールを売るために多くの女性も働いていた。1913年までにオルスクの人口は2万千人を超え、1917年には11の聖堂とモスク、16の格好が存在していた。ロシア内戦の時期、九百十八年から九百十九年までの間、 オルスクは3ヶ月間に及ぶ封鎖に耐えたほか、オルスクは4度も対立勢力の手に渡ることを繰り返した。1930年代にはこの地の豊かな鉱物資源を使って重工業を起こすため、ソビエト連邦が大規模な産業投資を行った。第二次世界大戦、大祖国戦争の時期には、ドイツ軍が侵入した地域から、人々や工場、オルスクへ疎開し、 オルスクは大都市へと成長した。オルスクは、オレンブルク州でも重要な産業の中心地である。主な産業は、夜勤、機械、石油化学、食品、蛍光業などである。主な企業には大規模な夜勤工場、ユズラルニックル、南ウラルニッケル城、石油化学工場、オースコーネフティアーグシンテス、ユスラルマシュザバドなどがある。周囲では、ど クロム、ニッケルなどの埋蔵量が多い。またポルコフニクさんから採掘される兵器玉も、色や型の多様さから重宝されている。オルスクには、オレンブルク・サラトフ間及びエカテリンブルク、チェリャビンスク間の鉄道が通る。南西のカザフスタンの町アクトベ、アクチュビンスクに向かう高速道路もある。市内には、バスや路面電車がある。また小さな空港があり。 モスクワやオレンブルクへの便がある。人口の約75%がロシア人だが、その他の民族には、ウクライナ人5%、タタール人5%、カザフ人、ドイツ人、モルドビン人、バシキール人、ベラルーシ人、ユダヤ人などがいる。オルスクには2つの重要な高等教育機関があり、一つは教育学、もう一つは産業に関するものである。 また、州立劇場、地方紙博物館、考古学研究所、児童美術館、児童民族劇場、私立、ブラスバンドなどの組織も活動している。オルスクは産業都市としての側面が強いが、文化や歴史の面でも見るべきものはある。例えば歴史的建築も多く、ソ連崩壊後にはロシア正教会の聖堂が古典的な様式で修復された。 1870年から1907年にかけて開発された旧市街はもはやこの街の中心ではないが、当時の建築が残っている。現在の中心地はガガーリン広場の周囲に広がり、1940年代から1950年代の建物が多い。新市街の中には新しい劇場や美術館があり、2006年にはローマカトリックの教会が新設された。 旧市街と新市街は、ウラル川を渡る橋で繋がり、路面電車が両方を結んでいる。古代の集落跡や、墓所などの考古学遺跡はこの町の名所の一つである。40箇所ほどが発掘調査されており、その調査報告は大きな影響を学会に与えた。例えば熊区の墓地跡は、青銅器時代に遡り、インドヨーロッパ語族の墓地がヨーロッパ東部にあるという仮説に、 重要な証拠となっている。鉄器時代初期、紀元前7世紀から紀元前6世紀に遡る墓地は、サルマタイの人々が残したもので、ペルシアの支配者、アルタクセルクセス一世の名の書かれた時などが発掘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。